はい、おはようございます。ささやさふ TV のかなんです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。今日はですね、10月11日の月曜日です。で、朝の4時10分ぐらい、今から海に行こうと思うんですけど、なんかね、昨日は結構胸ぐらいで温床だったんだけど、ずっと点数がついてて、なので今日は風が変わって一日オフショア気味なんですけど、まあ、朝の方が風が弱めなので、ちょっと日の出狙って行ってみようかなと思います。なんか夏の時期はね、もうこの時間でも日出てきたのに、まだ真っ暗です。ちょっと海着いてもまだ暗いかもしれないんだけど、ちょっと早く起きすぎた気がします。とりあえず、ちょっと今から海向かってサーフィンしていきたいと思います。じゃあ、行ってきまーす。はい、海着きました。ちょっと海着いたんだけど、さすがにちょっと早く出すぎて真っ暗だったので、ちょっと駐車場でちょっと待ってから海に来ました。でもだいぶね、日が出てきて、今もう5、6人ぐらいかな、入ってる人いるんですけど、あんまでもまだね、波見えなそう。見えんのかな、入ったら。でも思ったよりすごい波数もあって、しっかりうねり入ってきてる感じします。ちょうどなんか日が出るところに雲がかかってるから、あんまりなんか逆光にならず撮れそうです。いやー、ちょっと明るくなってきた。今日もこのジャック君で来たので、前回の動画もそうだったけど、とんでもないテイクオフを私しちゃってるので、こう足が本当にちぐはぐになってるので、でなんでかなって考えた時に、やっぱりなんか体が正面向いたままテイクオフして足出そうとしてるんですよ。だからこのまま出てるから、右と左になんかちぐはぐになっちゃってるなって思ったので、こうしっかりテイクオフするときに体を横に向ける意識で、しっかり横乗りできるように、ちょっとね、忘れないように今日は頑張りたいと思います。まだね、人もそんなに入ってきてないので、空いてるうちにたくさんテイクオフできるように頑張りたいと思います。じゃあ行ってきます。
緑で消えちゃう。でもね、結構風が見た気がする。なんか日が出てきたから、ちょっと学校で届けて受けてないから。いや、でも久々になんか、日の出からサーフィンしてきたから。お疲れ様です。なんかすごい久しぶりに日の出からサーフィンした気がします。朝満潮だったのでたくさん割れてたんだけど、割れて途中で消えちゃうような感じだったので、やっぱ途中で消えちゃうとすごい難しくて、あんまり乗りつなげたりとかロングライドとかできなかったんですけど、テイクオフする瞬間はすごい張ってて、サイズも思ったよりあったし、テイクオフの練習っていう分ではめちゃくちゃなった気がします。で、最近よく言ってるスタンスに関しては、前回よりかは多少意識してできたかなっていうふうに思って、やっぱりまだまだちぐはぐだったりしたんですけど、でもまっすぐ立ててなおかつ後ろの足でちゃんとデッキパッド踏めてると、すごい板も安定するし、板がすごい動く感じがするので、やっぱりこれをしっかり定着させていかないと、なんか次のステップに進めないなっていう感じがして、ちょっと地道にリフトレとかもしつつ頑張ってやっていきたいと思います。それにしてもね、すごい日の出が遅くなった感じがして、日の出久しぶりだったんで、いつもの感じっていうか夏の感じで、普通に朝起きて家出たら海着いてもめちゃくちゃ真っ暗で、なんかすっごいやっぱ秋になったというか、日の出が本当に遅くなってるなって思いました。でやっぱ気温もすごい朝とか晩は寒くて、今日もね、初めてというかフルスーツ着たんですけど、なんか朝はちょうどよかったんですけど、やっぱ日が昇ってきたらさすがにちょっと暑くて、水温は全然まだまだなんか夏とそんなに変わらないぐらい暖かいので、のぼせちゃうぐらいなんか暑かったです。なのでなんかまだ日中とかだったら全然水着できるんじゃないかなっていうふうに思ったんですけど、ということで、今日は一日風がずっと変わらなくて、ちょっと強くなってちゃうんですけど、午後もできそうなので、今日は夕方2ラウンド目も行きたいと思います。今日の動画はこれで終わろうかなと思うので、最後までご視聴いただいてありがとうございました。この動画が少しでもいいなと思ってくれた方は、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。次回の動画もお楽しみに。